クメール王朝は9世紀から15世紀まで東南アジアに存在していた王国で現在のカンボジアの元となった国でありこれより以前にあったチェンラ王国の流れを受け継ぐクメール人の王国である802年頃ジャヤーバルマン二世王がシャイレーンドラ朝から解放しプノンクーレン丘陵で即位したこれがクメール王朝の始まりである王とはハリハラアラや 889年、ヤショーバルマン一世が、ヤショーダラプラにセ九百928年から944年の期間、ジャヤーバルマン四世の時代に一時チョックがあるギャーに、戦としていた。950年頃、スーリアバルマン一世王が、ラボー王国を占領した。1010 10年から約10年間、ハリップンチャイ王国が、ラボー王国に援軍を送り、 ラボ王国を再び門族勢力下に取り戻そうと、クメール王朝と何度も争ったが、マレー半島のナコンシータンマラートのクメール人の王が船で、クメール王朝に援軍を派遣したことにより、ハリプンチャイ王国軍は撤退した。1023年にもクメール軍は、ハリプンチャイ王国のラムプーンを攻撃した。1113年、スーリー・ラバルマン2世が、 西隣のチャオプラやアカワデルタのシャム人やモン人、南隣のチャンパ王国や東隣と戦い、王国の範囲はタイ中部、マレー半島、ベトナム南部に及んだ。彼は寺院建築に熱心でアンコール遺跡のアンコールワット、トマノン、バンテアイサムレ、およびピマー遺跡などのヒンドゥー教寺院を建築した。1177年。 チャンパ王国の大軍が王とヤショ生ダラプラを破壊した。1181年には、ジャヤーバルマン7世がチャンパ王国に徹底抗戦して王とヤショ生ダラプラを奪還し王として即位。1190年にはチャンパ王国を降伏させた。12世紀から13世紀にかけて、クメール王朝はビジャや王朝ともしばしば戦争を行った。 一時は、ビジャヤ王朝を占領したこともあり、アンコール遺跡には、チャンパ人兵士の浮き彫りが残されていることが知られている。12世紀末、ジャヤーバルマン7世の時代に最盛期を迎え、現在の台東北部、ラオス、及びベトナムのそれぞれの一部をも領有していた。ジャヤーバルマン7世はそれまでの王が掲げていた、ヒンドゥー教ではなく、仏教を信仰し、 アンコールトムをはじめとする一連の仏教寺院を建立した。また、灌漑設備を建設して農業の振興を図り、強大な勢力となった。ジャヤーバルマナ7世紀が死去して激しい後継者争いが行われた結果、クメール王国は弱体化し、1238年にスコータイ王国、1259年にランナー王国が独立した。 1283年にクビライのモンゴル帝国が侵攻。ジャヤーバルマイ発生は1285年と1292年に元朝に長考した。宗教的には13世紀にジョーザブ仏教がインドシナを掌握するまでヒンドゥー教や大乗仏教の混じった宗教が信仰されていた。クメール王朝は寺院建築で莫大な国費を費やした上、 宗教をめぐる清掃で次第に国力が衰えていった。クメール王朝では王は即位すると新たな寺院を作るものとされていたことからアンコールワットの周囲には1000以上にも及ぶ遺跡が残っている。ヒンドゥー教徒のジャヤーバルマンハッセイの地勢に廃物事件が起こりヒンドゥー教に由来する題材に掘り直された。1295年に 仏教徒のインドラバルマン三世が八世を殺害し、王位に就いた。1351年にアユタヤ王朝が近隣のタイで建国された。1353年、アンコールトムへ留学していたファーグムを支援し、ラーンサーン王国が建国された。1378年、スコータイ王国がアユタヤ王朝に征服された。14世紀後半から、 アユタヤ王朝が勃興し、アユタヤ王朝との戦いによって国力は疲弊。1431年、アユタヤ王朝が侵攻し、クメール帝国の首都アンコールトムが陥落した。1052年名のスドクカクトム秘文には、ジャワから戻りとインドラプラにおいて即位したとある。ありがとうございます。